はい2016年ホープフルステークスの予想ということでこのレースはですねえっと有馬記念の1つ前のレースになるのでぜひ、まあ、ここでも当てて有馬記念の軍資金にしたいなと思っております。でこのレースホープフルステークスは2年前に重傷に格上げされたんですけど格上げの前と後とで、まあ、特に傾向は変わってませんのでまあ そのまま考えていきたいと思いますで、今回も重要なデータを紹介していきますまず一つ目のデータは一戦一勝馬が強いというデータになりますまあ、要するに新馬戦で勝って次走がホープフルステークスの馬っていうのが狙い目になっていますで、今年は6番のグローブシアターと12番のメリオラの2頭がこの データに該当しますで、2つ目のデータはディープインパクトサンクが強いということで2012年から4年連続で馬圏内に来ています過去に11頭出走して5頭も馬圏内に来ているのでディープインパクトサンクはかなり信頼できると思いますで、今年はですね5番のサングレーザーがディープインパクトサンクに なっていますということでまあ、データを紹介したんですけど私の本命は6番のグローブシアターにしたいと思いますで、この馬はですねエピファネイアやリオンディーズの弟になりますで、兄よりおとなしくてレースはしやすいそうですがまあ、その分爆発力がないという感じですまあ、そのあたりが不安なんですけどまあ、ここは過去のデータを重視して本命にしたいと 思います。で、2番手にあげたいのが5番のサングレーザー。2。走前の未勝利戦では朝日杯を勝った里のアレスに勝っています。で、そのあたりからもマイルより距離が伸びた方が良さそうなので狙ってみます。で、唯一のまあディープインパクト産駒というのもまあプラス材料です。で、3番手に上げたいのがレイデオロ。ロ でディープインパクト3区が強いレースと言いましたがキングカメハメハ3区もこのレースでは強いですで過去に6頭出走して1023と副勝率はま50%になっていますググローーブシアターとともにキングカメハメハハはま狙い目ですで。ウマレンとウマタンはまこの3頭で勝負しないとガミってしまいそうなので まあこの3頭かなという感じです。で問題なのは14番のコスモスなんですけど、まあ、地方馬みたいで、あの地方馬であの陣営がかなり期待している馬みたいです。で、現時点で5.8倍の3番人気になっていて、初めての芝なのにまあ、かなり人気を集めています。で、父が地方競馬の王者だった。ふり要素で。 母の父がゴールドアリュールというバリバリのダートケットなのですが、まあ、大丈夫なんですかねという感じです。まあ、私は3連携の紐までの評価にしたいいと思いますで買い目なんですけど馬タンのボックスで2563等のえっと6点。でこれ今高めで50倍近くつくのでまあ高めが来たらいいなという。 感じでこの6点。で3連単はフォーメーションで1列目に256で2列目も256で3列目に24562えっと111214うん ?256256256111214 の30点を3連単では買いたいと思います。 えっと有馬記念のねまあ前のレースになるのでまあここも当てて有馬記念の軍資金を増やしたいなと思います。まあホープフルステークスの予想はこんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。